みなさん、こんにちは。宇宙天の川銀河太陽系第三惑星地球、日本の東京に住んでいるスイカメです。本日の動画はこちら。スイカメちゃんとひらがな並び替えゲームの動画だよ。スイカメちゃんとひらがな並び替えゲームのやり方を説明します。はじめに問題があります。画面にひらがなの文字が出てきます。その文字を並び替えてできる言葉を当てるゲームとなっております。こちらの例題にごんりと書かれています。この文字を並べ替えるとりんごりんごになるという感じです。音やスイカメのヒントがいらないときは音量をオフにしてね。また、問題の時間はレベル1から3は20秒、レベル4は30秒、レベル5は40秒ほどとなっております。考える時間が足りないときは一時停止を使ったり、逆に正解が分かった時は答えまで動画をスキップさせたりしてみてね。それではスタートです。レベル1、ズミネズミネ並び替えると何になる？こちらはですね、動物さんです。手のひらサイズくらいの小さな動物さんです。さあ、それでは答えです。正解はネズミ。ネズミさんでした。チューチュー鳴いてかわいいよね。お次の問題です。カイス。カイス。並び替えると何になる？こちらは食べ物です。夏に食べます。甘い野菜です。さあ何でしょう？正解はスイカ。スイカでした。みんなはスイカ割りしたことありますか？レベル2、わまりひ。わまりひ並び替えると何になる？こちらは植物です。夏にお花が咲きますよ。黄色くて大きなお花です。それでは答えに行ってみましょう。正解はひまわり。ひまわりでした。2メートルくらいの高さにもなるらしいよ。すごいね。次の問題です。めうしぼ。めうしぼ並び替えると何になる？こちらは食べ物です。とっても酸っぱい食べ物です。中にはね、甘い味のものもあるんだよ。正解は梅干し。梅干しでした。酸っぱいけどとっても美味しいよね。レベル3、まゆるきだ。まゆるきだ並び替えると何になる？こちらは冬の寒い時に作れるものです。雪を使って作るよ。それでは答えです。正解は雪だるま。雪だるまでした。大きな雪だるまが作れたらスイカメに教えてほしいな。次の問題です。なぼしれが。なぼしれが並び替えると何になる？こちらは夜のお空で見ることができます。
正解は、はい、流れ星、流れ星でした。綺麗だけどなかなか見れないんだよね。スイカメチャンネルです。レベル4、問題です。くっとしはる、くっとしはる、並び替えると何になる？こちらは頭にかぶるお帽子です。黒い色が多いかな。マジシャンがかぶっているイメージがありますね。それでは答えです。正解はシルクハット、シルクハットでした。これはね、男の人が清掃の時にかぶる紳士帽子だよ。次の問題です。シャンラカン、シャンラカン、並び替えると何になる？これはですね、とっても大きな乗り物で、高いとこまで乗せてくれます。遊園地で乗ることができます。それでは答えです。正解は観覧車、観覧車でした。上の方まで登ると遠くまで見えるんだよね。レベル5、ニューヒウウギュコ、ニューヒウウギュコ、並び替えると何になる？こちらは飲み物です。飲み物です。実はこれは2つの種類の飲み物が合わさってできているもので、1つは苦い飲み物、1つは牛さんがくれる飲み物です。わかるかな？それでは答えです。正解はコーヒー牛乳、コーヒー牛乳でした。お砂糖を入れて甘くして飲むと美味しいよね。本日はここまでです。皆さんお疲れ様でした。ぜひ他の動画も見てみてね。ぽほほーい。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら他の動画も見てみてね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。